身の程知らずな人だね。また痛い目に遭いに来たのかい？この程度でわらわを服従させたいのか？冗談はよしな。失望なんてしていない。今後の成長を期待している。この程度でわらわを服従させたいのか？冗談はよしな。失望なんてしていない。今後の成長を期待している。魔法は奥深い学問だ。この程度でわらわを服従させたいのか？冗談はよしな。まだあるのかい？今から教授に会いに行くの。邪魔しないで。わらわに勝つにはまだ100年早い。